こんにちは。こんにちは。みさきです。渡辺です。はい、始まりました。みさきの部屋です。よろしくお願いします。お願いします。はい、今日はシースルーバングのセットの方法をやっていきたいと思います。夏なので、シースルーバングにされる方結構多い時期かなと思うんですけど、結構お客様の中でもスタイリング方法がなかなかうまくいかないというご意見いただくので、それを今日はちょっと細かく説明できたらなと思いますので、ぜひ参考にしてみてください。参考にしてみてください。それでは動画スタート。まずは分け目を隠したいので、しっかりとスプレイヤーで濡らしていきます。指で撫でるようになじませていくと全体にしっかりと行き渡ります。串で溶かしていきます。放射線状になるように溶かしていきます。ドライヤーで上から風を当てて放射線状になるように乾かしていきます。乾いたらもう一度溶かしていきます。前髪のトップの部分からジグザグに分けていきます。分けた時に横の部分に髪の毛が溜まってしまう方は、分けた髪の毛を少し取ってねじって横の髪の毛の中にピンで留めてあげます。ピンは前から後ろに留めてあげます。そして表面の髪の毛を下ろすと隠れてくれます。前髪の真ん中の部分を少し取り分けます。ここをアイロンでカールをつけていきます。この時におでこのカーブに沿うようにカールをつけていきます。カールを入れすぎてしまうとシースルーっぽくならないので気をつけてください。このくらいのカールがつきました。分け取ったサイドの部分もうねりがあったりパサつきがあると綺麗に見えないので、アイロンでまっすぐに伸ばしていきます。オイルを指先に2滴くらい出します。指先全体に伸ばしてから前髪の真ん中の部分の毛先の部分からつまむようにつけていきます。根元の方につけてしまうとペタッと見えやすいので、毛先中心につけてください。余ったのは分け取った横の部分にもなじませておきます。残ったオイルで生え際の隙間を埋めるように根元をなじませてあげたら完成です。はい、こんな感じで出来上がりました。はい、せっかくイメチェンでシースルーにしたけど、なかなかセットがうまくできない方、ぜひ参考にしてみてください。まあ、汗かいたらちょっとなる時もあるんですけど、そうですね、はい、でもまあスタイリング方法で大体こういう感じでやるので、はい、でやっぱね、横の髪の毛、ここたまる髪の毛が多い方はやっぱさっきみたいにピンを留めると結構使えるかなと思うし、そうやることによってより涼しく見えるんで、はい、夏はそれでバッチリかなと思いますので、ぜひ参考にしてみてください。お願いします。はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。